どうもみなさんこんにちはミステリー作家の七尾よしです。はい。今日はね、実は俺様が犯人だった映画ベスト8ってことでね、8本ほど紹介していくわけなんだけど、えミステリーやサスペンス映画で犯人を追い詰めていた主人公が実は犯人でしたっていうオうち、どう思いますそういうのって。以前、あるミステリー系文学新人賞の選評で選考委員の方がね、 実は主人公が犯人だったというオチはもう禁じ手にしてほしいって言ってたんですよ。いや、わかるわ。映画なんかだと結構このオチあるんですよね。また、こういうオチの映画って不思議なことに同じ時期に集中したりするんですよ。いや、そのたんびにこの映画見るたんび、そういう映画見るたんびにね、いや、またこのオチかよーってね、もううんざりしちゃうんですよね。 犯人は実は俺だったんだよねみたいなオチでいや僕ね一回もね驚いたことありませんいやむしろクソ真面目に推理してきたことがねバカバカしくなりますよというわけで実は俺様が犯人でしたオチの映画をランキング形式で8本ほどご紹介あ8本だけじゃないあのね番外編があるんでね全部で9本ですね まあ、クソみたいなオチですけどね、まあ、その中でもね、なかなか傑作映画っていうのもね、ないわけじゃないんですよ。だから、ランキング上位はね、それなりに優れた映画ということになります。はい。当然のことながら、俺様が犯人という盛大なネタバレをするので、知りたくない人はね、そっとここでね、もう見るのやめてください。もう完全にネタバレです、今回は。えー、俺様が犯人系の映画なんかでね。 まあ、じそんなもんで時間を無駄にしたくないと思う人だけね最後までお付き合いくださいまあ最後の方はねあのそんな無駄にならない傑作の映画も出てきますけど今回は俺様が犯人映画の中でも俺様が犯人であることを、まあ、自覚していないもの縛りでねいきたいと思いますいくらなんでも確信犯だったらこれはねルール違反だよねミステリーを名乗る資格なしですから、まあ、そういった作品は省きます それでは早速、えー、まずは第8位の発表です。ナンバー23 23という数字に取り憑かれた男ウォルターをジム・キャリーが演じていますウォルターは自分の人生が23という数字に支配されていると強く思い込んでいるんですね、まあ、こういうのってアポフェニアっていうらしいですよ え23にこじつけるために、まあ、足すは引くはかけるは割るわえそれがね例えば32になればひっくり返して23にするわね例えば302だったらいや0は関係ないから23とか言い出すわ。 そんな病的な思い込みがウォルターを破滅へと導くという内容です。いや、この映画ね、相当ひどいわ。<laughs> 評価額をつけるなら、まあ、500円、打作ですね。そもそも、ジム・キャリー演じるウォルターが、最初から怪しすぎて、俺様犯人映画じゃないよね。まさかねミスリでしょ、ミスリードだろうと思っていたら、やっぱりウォルターが犯人でした。ってか、俺様犯人を誓うみたいなね。 そもそも、こいつが犯人であることに全然辻つまが合ってないんですよ。そして、都合の悪いことはね、本人、記憶喪失で処理されていたりして、まあ、作りはね、ずさんであるとしか言いようがありませんでした。このオチを採用していて、いや、それがね、破綻しているとなると、もはや、救いようがないので、うん、まあ、どうしようもないわね、この映画。 はい今ねこれバックに流れているのは浜松市にある中田島砂丘っていう、まあ、砂丘なんですよ。えー、浜松ってね意外にねこんなでかいね巨大な砂丘があるんですよ。あんまり知られてないみたいだけどねまあ、地元の人はみんな知ってますけど案外外外の、ねあのー、静岡県外の人は知らないみたいであの浜松に砂丘が大きな砂丘があるという聞くとね驚く人多いんですよ。大きいでしょ次はね第7位の発表です。 み男若くして亡くなった死の正行原作の映画化ですね連続殺人鬼ハサミ男の犯行をそっくり真似た殺人事件が勃発しますいわゆるコピーキャットだね犯人に怒りを覚える若手刑事磯部は捜査に乗り出すんだけど想像を超える真相が明らかになるというお話ですねまあ想像を超える真相ってね言うまでもないですよね だけど、原作はかなり評価高いんですよ。そして、特殊なトリックを使っているため、まあ、この映画、このね、原作は映画化は不可能だと言われたんですね。言われていたんですよ。それなのに映画化されたわけで、まあ、一体どんな感じになるんだろうと思って見,て見たらですね、いや相当に原作を改変されていました。原作は登場ミステリーの形式で、それがね、うまい具合にミスリードされていたんですけど、映画の方はね、 主人人公のイソベの別人格がハサミ男だったというオチなんですよ、ね、いや、この、この処理はちょっとね、ありがちすぎ。他の映画でも、これからね、紹介する映画でもね、このオチ結構あるんですよ。この処理の仕方ね。えー、で、これね、2004年の作品なんだけど、俺様犯人オチ映画が、なぜかね、この時期に結構重なっていたので、この映画見たときね、またかようってなったんですよね。あんまり印象良くない。 はい、8本あるんでね、どんどん行きますよ。次はね、6位の発表です。シークレットウィンドウ ベストセラー作家モートをジョニー・デップが演じてますそんな彼のもとにジョンと名乗る正体不明の男が訪れてくるんですよジョンはモートが自分の作品を盗作したと訴えるんですね身に覚えのないモートは相手にしないんだけどジョンが置いていった原稿がモートの著作の秘密の窓シークレット・ウィンドウと全く同じだったんですよ それからモートはジョンに執要に付きまとわれるようになりますが、てんてんみたいなね、そんなお話です。こちらはもう皆さんおなじみ、スティーブン・キング原作の中編小説の映画化ですね。謎が謎を呼んで、かなり引き込まれるんだけど、謎の男ジョンが、実はモート自身だったと判明するクライマックスで、まあ僕たちのテンションもね、ビオフェルミン死者役のように。 急降下ですよ。下痢をストップ。お腹の急降下、下痢をストップみたいなね。いや、もとい、テンションだだ下がりですよ。このオチが原因で、この映画はね、さっぱり面白くないという評価になってしまうんですよね。安直にこのオチをつけちゃうと、最悪という恒例です。いい例ですよ。僕たちミステリー作家も、このオチに安易に手を出さないよう、肝に銘じないといけません。安直に手を出してしまいがちなんですよね。俺様犯人オチって。 さ、あ、次はね、五位の発表です。こちらがかなり有名な作品です。最高。言わずと知れたヒッチコック監督の名作ですね。まあヒッチコックですからね、まあギリギリ許せるかな。 アンソニー・パーキング演じる青年ノーマン・ベイツがベイツモーテルを切り盛りしていますこいつね病気のお母ちゃんと二人暮らしなんですけどマザコンなんだよね会話する相手はお母ちゃんだけそこへジャ,ジャネット・リー演じる金髪美人がね宿泊にやってくるんですよその彼女はお母ちゃんにねシャワー室で殺されちゃうんですよねあの有名なシャワー室のシーン最後は知らなくてもあのシーンだけはね皆さん知っているかもしれないですね ねえこのねお母ちゃんまあ要はね息子に色,色目を使いやがってみたいな感じで殺しちゃうんだけど血相を変えた息子は死体を始末してまあすっとすっとぼけるんですけど。 殺された女の妹が姉を探して訪れてきましたみたいなね。ま、あそんな話です。実はお母ちゃんはとっくに死んでいて部屋でミイラになってるんですよ。実はノーマンがお母ちゃんと自分自身の一人二役を演じてたというオチなんですよね。女を殺したのはお母ちゃんの人格だったんですよ。当時は衝撃のオチだったようですね。そして俺様が犯人映画のまさにこれ元祖ですね。ただオチを知っていてもね、やっぱりひちこくですよ。 この映画はね、なんだかんだ言いながら、楽しめますね。面白い。さあ、中田島砂丘ね、えー。太平洋が見えてきました。浜松来たらね、ぜひ一度、この中田島石を訪れてみてください。というわけで、第四位の発表です。シャッターアイランド。 あのマーティン・スコセッシ監督ともあろう巨匠ですらこのオチに手を出してしまうんですね主演はレオナルド・ディカプリを演じる連邦保安官のテディ隔離された精神患者を収容する離れ小島の刑務所シャッターアイランドで一人の女性が謎のメッセージを残して失踪してしまうんですねテディは相棒チャックとともに島に調査にやってくるわけなんだけど周囲で不可解なことが起きますみたいなお話です スコセッシ監督とディカプリオの大物コンビが仕掛ける究極のミステリーとくればねもう期待するに決まってるじゃないですかそれがねこのオチですよまあこの時のねがっかり感は半端なかったですねまたこのオチかよってことでねこの映画以来もうしばらくねスコセッシ監督とディカプリオコンビの作品に不信感を抱いてしまったですよねまあでも巨匠ですら手を出したくなる何かがあるんですかねこの 俺様犯人落ち <laughs> ヒッチコックやデビッド・フィンチャーやスティーブン・キングもね、まあ、手出してますからねいやいやいやもしかしたら大物になる闘竜門かもしれないねいや俺様犯人落ちでね僕も一本ね小説書いてみようかないや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  <laughs> やっぱり手を出さないが吉ですよねうん手出したらダメ絶対 いやーねここ歩いてる時思ったんですよ。こんな時大地震来たら、いや、確実に俺死ぬなーと思ったんですよね。大津波が来たら、ここはここもう壊滅ですよ。でね、あのー、次から第3位の発表になるわけなんですけど、えその前にね、ちょっと一本だけね、番外編ということで紹介したい映画があります。っていうか、アンフェアすぎるんで、まあ、公開処刑ですよ。番外編です。その映画とは、デビルスゾーン。 いやあ、もうこのジャケットからしてね、香ばしい匂い、香りがプンプンするでしょこれね、なんかあのー、昔のね、よまあ、お昼とか深夜にやってた洋画劇場でたまーにかかってたんですよね。チャック・コナーズ主演の最高サスペンスです。まあ70年代の映画だね。なんでも、巨匠のくせにネジが一本飛んでるスティーブン・キング大先生が絶賛したことでね、この映画ね、カルト扱いされている、まあ、クズみたいな映画です。うん。 バカンスに立ち寄った男女5人が、老人業館でひどい目に遭うというね、いかにも70年代ホラー映画って感じですよね。仮面を被った殺人鬼に、まあ仮面,仮面キラーの殺人鬼に襲われるんですけど、なんとこの老人業ね、ここの老人業館の老人業ね、動いて若者たちを襲うんですよ。なんで動くかっていうとね、殺人鬼は超能力者だから。 いやもうね、ほんと間抜けなのはね、この殺人鬼仮面かぶってるんですけど、顎を見れば、もう主演のチャック・コナーズだってことがね、バレバレなんですよ。もう一目でわかるのね。いやお前、チャック・コナーズお前だろみたいな。ここの老人形館の監守だろってね。でもこいつずるいんですよ。若者の死体を見てね、一体誰がこんなひどいことをしたんだってつぶやくんですよ。で、周り誰もいないんですよ。 おめえなんだよ。おめえ。おめえ犯人じゃんって。だったらこのつぶやきって観客を騙すためのね、嘘っぱちなんだよね。いや、この手の作品は、もし小説なら、会話文じゃなくて、字の文で読者に嘘をつくのはルール違反なんですよ。それをね、見事にやっちゃってるってわけね。でも、仮面の男の正体が、顎を見ればすぐに分かってしまうところがね、まあこれはご愛嬌です。こういうバカすぎるところが、愛おしい一作ですね。評価額つきましょうか。うーん、三百円、ゴミです。 はい次からね、えー、次は第3位の発表なんですけど心当たりからねかなり傑作になってきます。第3位ハイテンション。 こちらは相当にいいフレンチホラーでですすもうね出血量半端ないんですよ主人公は女子大生のマリー彼女は親友のアレックスと一緒に静かな田舎で、まあ、勉強しようということでね勉強しながら過ごそうとアレックスの実家にお邪魔するんですよだけど到着した直後に謎の男に襲われてアレックスの両親と彼女の弟が惨殺されてしまうんですねマリーーはクローゼットに 隠れてやり過ごそうとするんだけど、今度はね、アレックスが殺人鬼に捕まって、トラックで連れ去られてしまうという内容なんですね。はい、もうこちらはね、問答無用のやりすぎホラーですね。フランスのホラー映画って本当にえぐいので、苦手な人は見ない方がいいです。もう本当にシャレにならないですから。 とにかく前編にわたってスリリングで緊張の糸が途切れることなく最後まで続くんですよだけどねラストでやっちゃうんだよね実は殺人鬼の正体はマリー本人でしたってオチでもさ 彼女が犯人だと、もうラストの方終盤ね、全く辻褄が合ってないんですよ。カーチェイスシーンがあるんだけど、本人同士が本人を追っかけてるってちょっとおかしいんですよね。成立しないんですよ。まあこういうオチにするんだったら、せめてね、辻褄くらいは合わせるよって言いたいですよ。安直なオチなんだけど、辻褄合わせるのって結構ね、やっぱり難しいんですよね。犯人がお礼様だとね。 でも労力の割にしらけてしまう人が多いから俺様犯人オチは僕ねコスパ悪いような気がしますミステリー作家志望の人は本当にね手を出さない方がいいと思いますよ言うほどサプライズにもならないからねでも今でも結構このオチ採用されるんですよねなんでだろうさあ次は2位ですファイトクラブ はい、これはもうね言わずと知れたデビッド・フィンチャー監督の有名作ですよねエドワード・ノートン演じる平凡な会社員が石鹸売りのタイラーという男この人をブラッド・ピットが演じてるんだけど彼にファイトクラブという秘密のコミュニティを紹介されるんですよそこに出入りするようになると彼の周りで奇妙な事件が起き始めるという内容ですねこの映画もやはり俺様犯人オチなんですよ主人公を破滅に追いやっていくタイラーなる人物こそが自分自身だったというオチですね、まあぶっちゃけ 止めないですけどねねやっぱり、ね、ポカーンとししちゃいましたよでもこの映画オチはともかく映像もストーリーも演出も実に秀逸で面白いんですよデビ・フィット・フィンチャー監督の代表作になっています他のオレ様犯人映画より同じオチなのにサプライズが高めなのも見事ですこの映画の満足度はかなり高いですね、まあ、そういう人も多いんじゃないでしょうか まあこんなオチですけどね、まあ、デビッド・フィンチャー監督作品って、まあ、確かにね当たりはずで結構あるんですけどこれはかなり大当たりの方の部類ですねまあ俺様犯人オチということをね差し引いてもめちゃくちゃ面白い映画だったなと思いますやっぱりフィンチャー監督って言えばねこの「ファイトクラブ」か「セブン」かどちらかじゃないかなさて残すところはあと1作ですね第1位の発表です エンゼル・ハートはいまだ美青年だった頃のミッキーローク主演のホラーサスペンス,サス,ペンス映画ですねミッキーロークはハリー・エンゼルという私立探偵を演じてますその彼がサイファーという不気味な男この人をねロバート・デ・ニーロが演じているんですけど戦前に歌手として活躍していたジョニーという男を探してほしいと依頼を受けるんですよししかしジョーは ジョニーは行方不明なんですねさらに調べていくうちに不可解な猟奇殺人事件に巻き込まれる調査対象の人物が何者かによって次々と殺されていくんですねさあミッキー・ローク演じるハリー・エンゼルはジ,ジョニーに行き着くことができるのかっていう内容なんですけど、まあ、行き着くんですよだってお前自身なんだもん最初はねハードボイルドな雰囲気で始まるんですよ ミッキー・ロークのねこの人の色気が雰囲気映像の雰囲気ね実にマッチしているんですよねニューオリンズを舞台に調査を進めていくんだけど徐々に空気が変わっていきますミステリーかと思いきや 悪魔とか黒みさとか、だんだんね、オカルトムードになっていくのね。そしてラストはね、もう胸クソレベルですよ。オチは確かに俺様犯人オチなんだけど、オカルトサスペンス映画としてはね、これかなり秀逸です。映画を支配する雰囲気というか空気がね、めちゃくちゃ不気味なんですよ。悪魔の気配が常に漂っている、そういう不気味さがあります。映像や美術が悪魔崇拝とか、 黒魔術独特の雰囲気を醸し出していてラストのラストまで引き込まれるんですねミッキー・ロックとロバート・デニーロの二人の演技合戦も見どころですねおすすめですねこの絵が、ね、評価をつけるなら1400円優秀作ですね まあ今回ね番外編含めて全部で9本「俺様犯人落ち」の映画を紹介しましたけど皆さん、他に知ってますか、えー、何か知っているようでしたらえコメント欄にね書き込んでください、まあ、特にねその中でも傑作だったっていうのがあったらね教えていただけるととても嬉しいですまたねレビューの参考にしたいと思います。